ヘルマン・デニスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身のサッカー選手。レッチーナ所属。ポジションはフォワード。元アルゼンチン代表。1997年、当時アルゼンチン3部に属していた、地元レメディオス・デ・エス・カラダの CA タジェレスでデビュー。2000年、ローマス・デ・サモーラ地区に本拠を置く一部の CA、ロスアンデスに移籍したが、1年で2部に降格した。 2002年にイタリアセリエ B の AC チェゼーナに移籍するまでプリメーラビーナシオナルでプレーした。2003年アルゼンチンに復帰しアルセナル FC に加入する。2シーズンの間アルセナルでプレーし2005年に CA コロンに移籍した。2006年夏アルセナルで指導を受けたホルヘブルチャが監督のいる CA インデペンディエンテに移籍した。アペルトゥーラ2007では 最初の13試合で15得点し、得点王に輝いた。2008年6月、遺跡金630万ユーロで、イタリアセリエ A の SSC ナポリに移籍した。10から0で勝利した、オーストリアの UFC エンラースドルフとの、親善試合に初出場し、ハットトリックを決めた。8月14日、UEFA カップの KF ブラズニア戦で、公式戦初得点を決め、 SL ベンフィカ戦でも得点した。10月29日、レッチイナカルチョ戦で遺跡5発ハットトリックを達成した。ロベルト・ドナドーニが新たに監督に就任すると2トップにマルセロ・サラジェタとエセケル・ラベッシのコンビを起用することが多かったため、終盤は出場機会が減少した。2010から11シーズンにウディネーゼ・カルチョに移籍し、 UEFA チャンピオンズリーグ2011から12プレーオフアセナル FC 戦のセカンドレグでプレーした。2011から12シーズン新たに昇格してきたアタランタ BC にシーズン終了までの期間で貸し出されると開幕から冬の中断までの間に16試合12得点を記録。2011年11月その活躍からクラブは レンタル期間終了に伴い完全遺跡で買い取るための交渉を開始した。2012年2月26日、AS ・ローマ戦でハットトリックを決め得点数を15に伸ばし、最終的に16得点とクラブ内得点王でシーズンを終えた。6月19日、遺跡金非公開の3年契約でアタランタに完全遺跡を果たした。 翌2012から13シーズンにも得点を量産。特に、インテルナチオナ・アレ・ミラノ戦で活躍を見せ、2012年11月11日のホーム戦では2得点、2013年4月7日のアウェー戦ではハットトリックを達成した。2016年2月3日、母国アルゼンチンのインデペンディエンテー7年半ぶりに復帰した。2010フィファワールドカップ。 南米予選の最初の2戦である、チリ戦とベネズエラ戦に向け、アルフィオ・バシーレ監督率いるアルゼンチン、代表招集され、2007年10月16日のベネズエラ戦で、カルロス・テベスに代わり初出場した。2011年10月2日、2014FIFA ワールドカップ南米予選最初の2戦である、チリ戦とベネズエラ戦に向け、アレハンドロ・サブエラ監督によって、 約2年ぶりに招集された。ありがとうございます。